やっぱこの D ツアーステージ1の第6戦、今日行われている試合ですけどね、はい、PDC アジアチャンピオンシップをかけての試合、それと D ツアーのグランドスラム、12月4日に行われるグランドスラム行きがかかった試合でもあります。やはりビッグタイトル2つがかかってるのでね、選手の皆さんも気合入ってると思いますけどね。さあ、上ヶ島選手ミドル、上ヶ島選手が先行取りましたね。本松選手、上ヶ島選手、実力者同士の2人の対戦。100取ってきます。さあ、上ヶ島選手、トリプル捉えて320から。落下ですね。落下して、これは320残り。さあ、458から本間敦選手。サイドですね。321から301から、おっと、これは12-9にまで飛んだんですね。これ少し、さあ、まだね、ロースコアが続いている本間選手ですけどね、どのくらいから自分のダーツができるようになっていくのか。277から、271から、もう本当に20がね、合わなくなったらやっぱ投げ上げでね、厳しいのでね、本当19、やっぱりなんでこんなに日本人選手が19打たないかって言ったら、やっぱり投げ慣れてないっていうのがまあ大きいんでしょうけど、ここやっぱ本当に次の課題にしてほしいですね。もちろんアレンジ暗算はもちろん当然なんですけど、この19を絡めてこないっていうのがね、これから日本人の選手の課題だと思いますけど、本当19って狙いやすいし、アレンジやりやすいし、やっぱ下だけでね、15、19、17、15ってあるんで。ぜひですね、この16、19、17、15っていう数字を組み合わせてですね、そうしたらより簡単になっていくと思うんですよね、ダーツが。230から、さあ210から、200、だからそこをしっかりやっていけばですね、自分130もですね、19とかから行ってもいいんじゃないかなと思ったりするんですよね。あ、130じゃねえや。131とかね、130台は案外19とかありと思うんですけどね。さあ、決まった。55を2に抜いて、13アレンジからのトップダブル。ナイスアレ、ナイス、ナイスフィニッシュ。まずは20ダーツで上ヶ島選手が先行の。
さあ100取ってきます本間選手。15トリプルですね。15に抜いてしまいます。446から トリプル絡めてきます。おっとナイススコア。298から278からきたー。140取っての218、残り328から308から288から1に抜いて287、残り218残りから、さあ5に抜いて213からの193からですね。これ今のはね、2投目を19に行ってほしかったですね。そして3投目をブルアレンジっていうパターンで行ってほしかったですね。さあ60取って227、174から、これは20シングルですか。20シングルの191って感じですね。134残り227から207から187から、ナイスアレンジですね。60キープの上がり目を出してきた。134133から113から93と167、147から87から17ですね。70残りと93残り19からで、74から14に行く。そしてダブルに入って20残り、さあ18から行くんですね。これ18からで、あ、54入ってますね。決まらず。さあ本間選手、2本目。さあ上ヶ島選手が先行のゲームですね。さあ20ときました。さあ1抜いて380、さあ96。なんか本間選手とかね、今の感じ見てたら19あってそうですけどね。19バンバン使ってほしい、なんかこう感じの投げ方でしたけどね、本間選手。トリプルからで345から、そして280260、おお、ここで投影機取って225、残り358から338から、トリプル捉えて278から
数258225からトリプル取られて165残り、そして164来ました、来ましたね、これは104残りですか、それとも144残りなのか、はい、あ、144残りでした。258残り、トリプル取られて198残り、そして178から158、今のね18チョイスで160、まあそこはね、まあ124から104からキープして84合ってきましたね、20ラインが158残り、138から118から、さあ18チョイスなのか、20トライ、100トライで58残り、8420から14、そして決まらず、狙いましたが捉えられず、さあお互い一進一退のゲームですが、ここミスは痛い、4に入れて14チョイス、うー、これでさあ31残り、15からの8ダブル、あー、これはこのミスは痛い、ぶつけて入れたい、うわー、ここも決まらず、あーっと、ここに来てお互いがですね、プレッシャーから決まりません、2に抜いて、大丈夫ですよね、29から13に入っての16残りですよね、8ダブル、さあここです、どうしたんだ、そろそろ決めてくれ、ぶつけたら入りそうですね、あ、ミドルですよね、もしこれ以上、あ、決まった決まりました、決めました、